皆さんおはようございますということでね、これツイッターのトレンドですけどもね、こう見てましたね。だいたい最近の話題をずっと上げてますよね、いつもね。サッカーとか野球とかいろいろありますけども、だいたい11月ね、もう最近の話題ばっかりですよね、この1週間ぐらいのね。しかしね、この最後見てください。これ2018年ね7月22日の話題が上がってますね。その前はね、2019年11月24日の話題です。フラメンゴが38年ぶりに南米制覇、劇的な逆転勝利とありますね。これもしかしたらね、この中曽根ね、これソフトバンクの曽根選手と広島の三馬選手がトレードということですから、2018年7月22日の話題ですね。ということはね、これ中曽根康弘、これはね2018年7月22日に実は亡くなってたのではないかと、この時点でね、と思いましたね。こんなね、2018年7月22日がね、もう今日12月1日ですけども、トレンドに上がるわけがないですよね。どういうことなんですかね、これ。私はこれはね、中曽根がもうすでに2018年の7月22日に、亡くなっていたということをね、これ暗示してるんではないかと、わざとこういうね、ミスをやってるのではないかと。2018年の話題ですからね。あとは全部、もう ここ1週間の話題なんですからね。ということでね、おそらくこの日に亡くなってたのではないかと。もう1年前ですね。1年以上前にはもう亡くなってたんではないかと、中曽根はね、と思います。このね、ちょっとトピックをね開いてみましょうか。するとね、やっぱりこの下の方もね、2018年7月22日の話題なんですね。この、ニュースフィードもね、日刊スポーツとかいろいろ出てますけど、デイリースポーツとか、これ2018年7月22日の話です ね、全部そうですね。ということで、この日に、亡くなってたんではないかと、ああいうふうに思いました。ということでね、終わりたいと思います。なぜこの日に、この日なぜ12月になってこの話題が上がってるのか、トレンドに、ということでした。ご視聴ありがとうございました。それでは。